私は生物の予測しない行動の偶然性に興味を持ったため、生物の何気ない動きが全く別のところで影響を及ぼすという、その関連性をテーマに設定して作品制作を行いました。この作品で作った仕組みとしては、水槽の内側と外側に設置した赤外線センサーが水中を泳ぐ魚の動きを感知し、その情報をゲイナーでつなぎ、アクションスクリプトを使用して書いたプログラムによって、水槽の後ろに設置したモニターに映されている映像と音に変化を生じさせるというものです。これの仕組みによって、魚の数センチの移動で何らかの影響を、その別の映像と音というものの影響に関連するという関係性を作りました。で、赤外線センサーの作動範囲は、水中に入れたこの赤外線の発信部から水槽の外に設置した受光部の間に働くようになっています。で、これは一つでこっち側まで全部反応するような形になっています。で、この間を魚が通過することで、指定した映像の変化と音を発生させています。魚は周囲の環境によって警戒してじっと同じところへとどまったり、人に寄ってくるなど様々な行動を見せます。その一つ一つの動きを捉え、普段はあまり意識をしない小さな生物を主人公とした舞台をこのような形で作りました。